ータ収集を開始します。任せてくれ。さてと、そこです。任せて。やる！シュート！行くぜ！俺の番だな。
かかってきなさい。ええ、そこ任せてくれ。行きます。
ほう。
先生可能、始めましょう。はい。あ、さて、ここだ。任せてくれ。行きます。あ、はあ、これで一安心です。集団との戦闘を開始。さてと、えい、行くぜ。ずい、ちょろいぜ。負けられない。行くぞ。行きます。えい。私の番ね。おっしゃ。ずい。ちょろいぜ。任せてくれ。ええ、私の番です。そこです。行くぜ。はっ、おととい来やがるってな。負けられない。ええ、俺の番だな。おととい来やがるってな。俺の番だな。はい、そこです。私の番ね。俺の番だな。ずい。まあこんなもんかね。
任せてくれ。ここなら釣れそうだな。それ。
私の番ね。よかった。行くぞ。任せて。そこ。はい。行くぜ。まあこんなもんかね。バッグを取られた。気をつけろ。了解です。もらったぜ。よし。私の番。そこ。私の番です。そこです。おっしゃ。俺の番だな。そこです。任せてくれ。任せて。なんとかなったわね。任せてくれ。セイッ。行きます。そこです。敵集団撃破しました。よし。エイディア。はい。エイ。私の番ね。い
行くぜ。
私の番です。そこです。任せろ。マジかよ。俺の番だな。エニグマ駆動。さてと、そこです。それサイス。俺の番だな。エニグマ駆動。それ助かりました。任せて。俺の番だな。ふん。さてと、そこです。私の番ね。任せろ。ふん。行きます。そこです。さて、おっしゃ、よし。
IBC ビルか。何度見てもスコーしてみると余裕で10階以上あるみたいだな。確か16階建てのはずよ。そのうち5階から10階までは外部の会社が入っているみたいね。そうなのか。クロスベル氏の税収に相当貢献していそうですね。それでどうするんだ。アポイントもなしに来ちゃったけど。そうね、まずは中の受付で聞いてみましょう。エリー、オーネストさん、奇遇だな、こんなところで会うなんて。みんな一緒ということは警察に用事で来たのかい。調べることがあります。アーネストさんはおじい様のご用ですか。ああ、事務所の運営資金の管理についての相談をね。来月から特に忙しくなるし、いろいろやりくりが大変なんだよ。そうですか。それでエリー、少しは考えてくれたかい。はい、やはり今警察を辞めるわけにはいきません。私はまだ何もつかめていない。少なくともその何かがつかめるまでは半人前だと思いますから、かえっておじい様の足を引っ張ってしまうと思います。だが、君が求めているものは本当にその道の先にあるのかい。ひょっとしたらそれはただの蜃気楼かもしれないぞ。そうかもしれません。でもこの2ヶ月、いろいろ見えてきたことがあります。一つ一つの問題を解決することで、少しずつ成長できた実感もあります。ですから、ごめんなさい。少なくとも一人前になるまで今の立場で頑張りたいと思います。どうやら迷いが消えたようだね。わかった、もう何も言わないよ。やれやれ、せっかく事務所に有能な後輩が入ると思ったんだが、当てが外れてしまったようだな。アーネストさん、ただそうだ、来月の創立記念祭の時には式典にぜひ出席してほしい。本来なら君のお母様に出ていただきたかったんだが。さすがに市長のご家族が一人も出席しないのは寂しいからね。わかりました、アーネストさん、いろいろとありがとう。
一応君の先生だったこともあるしね。これくらいは気にかけさせてくれ。おっと、こんな場所で時間を取らせてしまったな。君たちもお仕事頑張って。それと、はい。随分エリーのことを考えてくれている人みたいだな。先生をしてたとか言ってたけど。ええ、私が小さい頃に家庭教師をしてくれていたの。留学してからはちょっと疎遠になってしまっていたけど。やっぱり政治家志望なんですよね。ええ、来年の議員選挙では新人として出馬するみたいね。帝国派と共和国派のどちらにも属さないつもりらしいから、とても苦労すると思うけれど。政治家の卵ってわけ。しかし政治家の秘書にしちゃ結構いい形をしてたよな。なんか武術でもやってる。確か剣術の経験があるはずよ。結構な腕前みたいだから、おじい様の護衛も兼ねてるって聞いたことがあるけど。なるほど、体格がいいのも納得だな。私結果的に正解かと。まあいつもあの調子だとこっちもへこみすからね。やれやれ、君たちの成長を見守る私の深い愛情がわからないかな。それはそうと、 IBC に何か用事？一緒に来てるってことは捜査にでも来たのかしら。いや別に大したことじゃない。ええ、ちょっとした問い合わせに来ただけです。ふーん、私も忙しいからこの場は見逃してあげる。それじゃまたね。やれやれ、はい、変わらずマイペースな姉さんだな。でもグレイスさんにしてはそんなに忙しいんでしょうか。まあ記念祭の前ともなると取材することも多いんでしょうね。できればこっちの記事も諦めてくれるといい。まあいい、そろそろビル総裁に面会できないか受付で問い合う。え、新サービスのテストに協力いただいてありがとうございました。おかげさまで大変好評を博しておりますわ。お力になれたの。また何かあればよろしくお願いいたします。それで本日はどんな。ラーフィーさん、実は
問い合わせたいことがあって。ディーター総裁はいらっしゃるでしょうか。あら、マリアベル様ではなくクロイス総裁にご用件ですか。なしなので申し訳ないんですけど、それともやはりご不在でしょうか。いえ、今日は珍しくいらっしゃっていますよ。面会は同僚の方々もご一緒に。ええ、とある事件について少々総裁に。まあそうなんですか、わかりました。少々お待ちください。さすがお嬢、ほぼ顔パスじゃねえか。やっぱり世界が違うって感じだな。はい、かしこまりました。そのままを。エリー様、総裁がお会いになるそうです。カードを発行しますので、そのまま最上階の総裁室まで直接お行きに。ありがとう。それじゃあみんな。ああ、そうしよう。そんじゃま、早いことお邪魔するとし。さてと、総裁の部屋は最上階だったか。カードみたいなのをもらってたけど。あ、認証用のカードよ。他の会社なんかも入っているから、関係のあるフロアでしか降りられないようにしてるみたい。なるほど、セキュリティシステムかよ。しかし最新技術を惜しみなく使ってるって。もともとクロスベル市における動力ネットワーク計画は IBC の主導だそうですから、それに実習政府が入って今の形に発展したのだそうです。噂では計画の 60% の資金を IBC が提供していると。ええ、確かそうだ。残りの 30% が実習で、 10% がエプスタイン財団の負担だったかしら。すごいな、半分以上も負担してるのか。んで、その太っ腹の親玉がこの最上階にいるわけか。え、カード。すごいな。ああ、いかにもミラがかかってます。下のフロアにあるエプスタイン財団の事務所には何度か来たことがありますが、最上階は見晴らしも格別ですね。そうね。総裁室は奥の突き当たりよ。お待たせしても悪いから、そろそろ行きましょう。ああ。久しぶりだ。半年ぶりくらいになるかな。はい、ディーターおじさまもお元気そうで何よりです。そのアポイントもなしにお邪魔して、もし水臭いことは言わないでくれたまえ。君は友人の娘で、我が娘の幼馴染でもある。うちも同然じゃないか。ありがとうございます。うん、警察に入ったというのは娘から聞いていたが、そちらの彼らが同僚なのかね。はい、同じ特務支援課の中。はじめまして、
ロイド・バニングスと言います。ランディ・オールランド、よろしくっす。ティオ・プラトーです。はじめまして。クロスベルタイムズで君たちのことは一応 IBC の総裁を務めるディーター・クロイスだ。ロイド君、ランディ君、ティオ君、どうか私のことは遠慮なくディーターと呼んでくれたまえ。今歯が光ったような。なんかむちゃくちゃ爽やかそうなおっさんだな。しかし何やら警察の仕事で相談したいことがあるそうだが、一体どうしたのかね。はい、実は私たちある事件を追って捜査を進めているのですが。なるほど、そのインとやらの動力メールが IBC から君たちのオフィスに。ええ、そうなんです。おそらくこのビルにあるメイン端末からだと思います。それを操作して送った可能性が高いかと。このビルのセキュリティには正直自信を持っているね。特に端末室があるフロアには許可されている人間しか入れないようにしている。端末の操作も権限があるものしかできないようになっている。大変失礼ですが、端末を操作できるスタッフの中に不審な方はおられないでしょうか。最近入ったばかりとか、何か後ろ暗いことがあるとか。私の知る限り信頼できるものばかりだけどね。それよりロイド君、他の可能性はありえないのかな。例えばインの正体がこの私で君たちにメールを送ったとか。マジかよ。おじさま。例えばと言っただろう。伝説の刺客とやらの正体が私みたいな立場の人間だったらなかなか面白いとは思うが、さすがに現実はそこまで奇想天外ではないだろうしね。これは失敬。しかし考えてもいたまえ、もしそのメールを送ったのがここのスタッフだった場合、自分が犯人だと名乗るのも等しい行為なのではないかな。確かにそうですね。逆にスタッフ以外の可能性を考えた方がいい。ティオ、あのメールがIBC の端末から支援課に送られたという記録、それを偽装することは可能なのか。そうですね、別の場所から IBC の端末にハッキングを仕掛けた可能性はゼロではないかもしれません。ハッキング？なんだそりゃ。私も詳しくは知らないけど、確か端末を守っているセキュリティを解除することで不正に操作する技術だったかしら。概ね合っています。動力ネットワークでつながっている端末同士であれば原理的にはどこからでも可能です。もっとも高度な知識と技術を持っている必要がありますが。ちなみにそれを行う者をハッカーというらしい。動力ネットは大陸全土でもまだ限られた地域で試験的にしか運用されていないんだが、早くもそういう事例が報告されているらしい。なるほど。ってことはインってのは資格だけじゃなくてハッカーでもあるってことか。そこまでは断定できないけど、例のメールがこのビルの外部から送られた可能性はあるみたいね。
信頼するスタッフを疑わずに済むのはいいんだ。メイン端末がハッキングされたというのも、それはそれで由々しき問題だ。よし、こうしよう。君たちが端末室に入れるよう手配しようじゃないか。いいんですか？ああ、メイン端末を調べればハッキングの痕跡などが残っているかもしれないし、スタッフも詰めているから話を聞くこともできるだろう。助かります。おじさま、どうもありがとうございます。いや、こちらにとっても見過ごせない問題だからね。しかしエリー、なかなか充実した日々を過ごしているようじゃないか。え？最初君が警察に入ったと聞いて少々疑問に思ったものだが。なるほど、確かにいい経験ができそうな職場だ。私も改めて応援させてもらうよ。おじさま、そう言っていただけるととても。雑誌で読んだ以上に可能性を感じる。気づいているだろうが、このクロスベルという自治州は非常に難しい場所だ。おそらくエリーなどはそれを痛感しているだろうが、一番問題だと思われるのは、正義というものが完全に形骸化してしまっていることだ。正義の形骸化、それはどういう意味でしょうか？正義はともすれば綺麗事と同じ意味と捉えられる場合も多いだろう。あり方も人それぞれだから、正義などは存在しないと嘘吹く者もいるかもしれない。だがどんな形であれ、結局のところ人は正義を求めてしまう生き物なのだ。正義を求める生き物。なぜなら、正義というものは人が社会を信頼する根拠だからだ。もし犯罪が起こった時に、それを法によって裁くという正義が存在、多くの者は家に閉じこもり、滅多に街に出ることはないだ。そうなった社会生活はまともに成り立たなくなってしまう。だが、このクロスベルでは正義の形が曖昧でもなんとか成り立ってしまっている。それは政治の腐敗やマフィアの問題、それを警察が取り締まらなくても経済的には恵まれているから多くの市民は生活に困らない。結果的に単純犯罪は少ないが、目に見えない悪がはびこっていたが、そんな中でもやはり人は正義というものをどこかに求めざるを得ない。どんな形であれ社会を信頼できる安心感を欲してしまうからだ。なるほどね。他の国に比べて妙に遊撃士が持ち上げられてるとは思ったが。とても納得がいきます。だが知ってのとおり、遊撃士協会が行使できる正義はあくまで限定的なものだ。この街の歪みを根本的に解決することは不可能だ。だからこそ私は君たちに期待したいのだよ。遊撃士の代わりに悪を倒せってことですか？そんな単純なことを言うつもりは毛頭ない。君たち、君たちなりに正義を追求している姿、それが目に見える形で市民に示されることが重要だと思うんだ。クロスベルにもまだ正義が存在している、そう信じられるきっかけを市民に与えるということですね。その通りだ。
その意味ではあのクロスベルタイムズの記事も非常に有意義だと言えるだろう。まだまだ未熟な警察の若者が時に失敗しながら正義を求めて奮闘する姿、温度差の違いはあっても、君たちに期待しているのだよ。どうやら今日に乗って一石ぶってしまったようだな。本題に戻る。端末室への立ち入りを君たちに許可する話だ。な、はい、そうしていただければ。どちらに行けば許可がいただけるでしょうか。うん、そうだな、私も端末室には入れるから案内してもよかったんだが、あいにくこの後いろいろ予定が立て込んでいてね。すみません、本当にお忙しいところ。何、気にしないでくれ。しかし、そうだな。その必要はありませんわ。え？ベル！おお、帰ってきたか。お父様、ただいま戻りました。痩せたんじゃなくて、手とか足とかちょっと硬くなっていたよ。鍛えているから少し筋肉がついたと、むしろ体重は少し増えたんじゃないかしら。なるほど、言われてみれば筋肉のしなやかさを感じますわね。これはこれでなかなかの感触ですわ。なんかすごい。しかし美人同士が絡むとそれだけで縁になる。つうかというか、ただの友達同士にはちょっと見えないんですが。やれやれ、スキンシップはそのくらいにしたらどうかね。他の客人が呆れているぞ。あら、紹介するわね。彼女はマリアベル、総裁の娘さんで、ベル、彼らは私の同僚で、ロイドとランディとティオちゃんって。紹介は結構ですね。自分で見分しますから。え？なるほど。何か。合格。可愛らしいですよね。で、あなたたちは不合格ですわ。へっ、なんだそりゃ。こんなむさ苦しい男どもが私のエリーのそばにいるなんて、エイドスも許さざる所業ですわね。むさ苦しいって、ちょっとベル、大体何ですの、そのラフすぎる服装は。せめてスーツくらい着るのが礼儀というものでしょうに。これはその街中や市外で捜査活動するときはこの方が都合がいいと言いますか。言い訳は結構ですわ。だから私は警察入りなんて反対したのに、私の授業を手伝ってくれた方がはるかに有意義だったでしょうに。もうベルって。盛り上がっているようだね。うん、若い者は若い者同士で新約束の時間なので、私はそろそろ失礼するよ。ベル、後で彼らを端末室に案内してあげたまえ。端末室？どういうことですの？事情は彼らから聞くといい。それでは。逃げましたね。もうお父様ったら。それじゃあ早速
案内をお願いできれば。まだ話は終わってませんわ。そちらの赤毛のあなたもそんな派手な格好をして、立派な体格をしているのだから、きちんとしたスーツを着なさい。俺っすか。いや、でも俺って根っからの遊び人だしな。ああ、それにそいつみたいに夜の屋上で同僚のお嬢さんといい雰囲気になったりしないし。なんですって。ランディ、お前誤解されるようなことを言わないでちょうだい。あながち誤解ではないみたいですけど、エリーさんも随分元気になったみたいですし。ティオちゃん。ああもう、ティオも引っかき回さないでくれ。ロイドさんって言ったかしら。そのあたりのことをもう少し詳しく聞かせてくれないかしら。私のエリーにどんなアレンジなことをしたのか。いや、してませんってば。だからエリーもなんでそこで黙るんだよ。なるほど、事情は分かりましたわ。それで、あなたたちを端末室に案内すればいいのね。ええ、頼めるかしら。無論、エリーの頼みなら言うまでもありませんけど。誤解は解けたはずでは。まあいいでしょう。特務支援課、私もどの程度のものか、エリーの同僚にふさわしいかあなたに証明していただこうかしら。はあ、こりゃ完全に目をつけられちゃう。ご愁傷様ですね。もうベル、いい加減にして。端末室に案内してくれないの。もちろん案内しますよ。端末室は IBC ビルの地下5階に設置されてぜ、エレベーターに乗ります。すごい人だ。その悪い人じゃないのよ。ただちょっと強引というか、行動力がありすぎるというか。しかし親父さんといい、やたらとパワフルな親子だよな。さすが天下の IBC のオーナーといったところでしょうか。しかし、その、インと言ったかしら。結局のところ、目的は何なのかしら。それは、私たちにもまだわからないんだけど。そういや、どうだロイド。今回の事件について、そろそろ何かひらめかないのか。ああ、そうだな。脅迫状とメールだけど、同じ人間が書いたんじゃないかもしれない。何？どういうことですか？なあ、単純な話だよ。
イリアさんが受け取った脅迫状は不気味だけど単純な言い回し。俺たちが受け取ったメールは古風で挑発的な言い回し。ずいぶん感じが違うと思わないか。確かに言われてみれば。メールが来たことに驚いてそこまでは考えてなかったわね。それでそのことが何を意味しているのかしら。そうですね、いろいろと可能性はあると。院に手下がいた場合、そいつにメールを送らせた可能性、もしくは逆にそう思わせるために院がわざと違いを出した可能性、他にもあるでしょうが、この段階でこれ以上推理を進めるのは逆。なるほど、面白いですもんね。そろそろ着きますわよ。ここが地下5階、メイン端末があるフロアです。端末室は階段を降りた先です。ずいぶん厳重な場所に設置されているんですね。いずれここで顧客の情報を管理することを考えていますから、ハッキング対策が十分でないため現状では見送られていますけど。なるほど、確かにもし流出したら大変なことになるでしょうね。ええ、それも含めてまだまだ研究段階ですわ。最新技術がてんこ盛りになっているのだけはわかるが。エプスタイン財団製の最新情報処理システムですね。リベールの高速巡洋艦にも使われているそうですが。あの有名なアルセイユ号ですわね。あれに使われているものと基本的には同じシステムですが、莫大なネットワーク情報に対応すべく処理容量は数倍に強化しています。すごい、マリアベルお嬢様お疲れ様です。お疲れ様、仕事の方は順調かしら。ええ、おかげさまで。例のシミュレーションも順調にいきそうですが、こちらの方々。クロスベル警察の方々ですね。実はここのメイン端末が外部からハッキングを受けた可能性があるらしいのです。ティオ、彼らに一通り説明。はい、それでは。外部からのハッキング可能性はあったけど、まさか本当に起こるなんて。いや、でもありえないぜ。ハッキングなんてできる技術者がそう簡単にいるはずが。もしハッキングでなければ、メールを送ったのがあなたたちである可能性が高くなりますわね。どちらがいいのかしら。そんな滅相もない。僕たちが不甲斐ないからハッキングされたんだと思います。なんていうか、イリアさんとは違った意味で女王様って感じだよな。特務支援課の端末にメールが届いたのが真夜中の3時。その時間帯のログはどうなっていますか。はい、すぐに調べます。ありました、メールの転送システムがクラッキングされています。やっぱり
これで外部説が確定したってわけだ。こちらも侵入経路確認。アクセス元はダメだ、ロストしてしまってます。どこから入り込まれたかわからないってことですか。ああ、巧妙に痕跡を消されてしまっている。クロスベル市内のどこかなのは間違いないと思うけど。端末を一つ貸してもらってもいいですか。え？いいですよ。ティオさんと言ったかしら。好きにいじってしまって。はい。アクセス。エイオンシステム起動。ティオちゃん、ごめん。多次元解析によるリアルタイム制御を施行。全端末のログを解析。隠蔽された痕跡の前後における。すごい。なんだこの処理速度は。サポートをお願いします。クロスベルの全ターミナルに管理者権限でアクセスをかけます。不審と思われるログを吐き出すのでチェックをお願いします。あ、任せてくれ。エリー、わかるか。さすがについていけないわね。俺なんか何をやってんのか理解すらできてねえんだな。なるほど、ティオさんはオーバルスタッフの使い手ですね。オーバルアーツをノーウェイトで発動するための高速展開技術が使われているそうですが、それを端末のコントロールに利用したのかもしれませんね。わかるんですか。ベルは一応エプスタイン財団で動力工学を学んだ経験があるから。かじった程度ですけれど終わったみたいですよね。お、いかがでした。こちらの持ち分は白だ。そっちはどうだ。ビンゴ、こいつだ。ジオフロント B 区画第8制御端末。ここからアクセスしたらしい。ジオフロント、あの駅前通りの外れにある地下区画からかよ。いいえ、あの場所はジオフロント A 区画にあります。ハッキングに使われた端末の所在は市北西部の地下にあるエリアみたいだね。市北西部、住宅街や歓楽街のあたりね。ロイド、どうするの。早速行ってみよう。ジオフロントのゲート管理は確か視聴者の管轄だったはずだ。鍵が借りられないか受付に問い合わせてみよう。ああ、早速行ってみようぜ。どうやら事件の核心に迫ってきたみたいですね。はい、いろいろとお世話になりました。ありがとうベル、それに研究員の方々も。いや僕らよりそのお嬢さんの手柄。そうだな、お疲れティオ。おかげで助かったよ。お疲れ様。さすがティオスケ、決めてくれるじゃん。それに私も一応僕の支援課の一員ですし。十分大丈夫かしら。ティオさん、エリーともども私のところにリクルートするというのは。え、ちょっとベン。いきなり引き抜きっすか。それはさすがに勘弁してほしいんですけど。冗談ですよ。事件が無事解決したらぜひ顛末を教えてください。それとお渡ししたセキュリティカードはそのまま預けておきますよ。最上階とこのフロアにはいつでも来られるようにしますから、何かあったら訪ねてくださいね。ありがとう。それでは
失礼します。手がかりが入ったのはいいけど特にロイドはあのお嬢様に散々絡まれてたから。誰のせいだよ。誰の。でも専門ではない動力技術にマリアベルさんは技術者ではないんですよね。ええ、経営の方が専門ね。おじ様の右腕としていくつかの事業を任されていると聞いたことがあるけど。それはすごいな。ドン、ひょっとしてそれでエリーを欲しく。うん、気持ちはありがたいんだけど。しかしあの親父さんの方も相当強烈な感じだった。いきなりすごい演説みたいなのを始めちゃう。でもなかなか興味深い話でした。人は正義を求める生き物ですか。昔からためになる話をよくしてくださったけど、今日の話はとりわけ考えさせられてしまったかも。そうだな。ともかくこれで手がかりをつかめた。視聴者の受付に頼んでジオフロントの鍵を借りよう。え、そんじゃ。正義か。いらっしゃいませ。クロスベル視聴者へようこそ。あら、確か警察の方でしたね。どなたかに面会でも。いえ、実はジオフロント B 区画、確か市北西部でしたね。少々お待ちください。こちらになります。ありがたくお借りします。でも随分あっさりと貸してもらえるんです。ええ、クロスベル警察には便宜を図るよう言われていますから。ちなみに遊撃士協会にも同じ鍵をお貸ししています。そうなんですか。ジオフロント B 区画の扉は住宅街の水路付近にあります。以前鍵をなくされた方もいるので、くれぐれも紛失にご注意ください。サンクス。
ここがジオフロント B 区画か。見たところ A 区画と変わらなさそうだけど。データベースによるとクロスベル市の水道施設を管理している一角のようですね。問題の第8制御端末は上層のどこかにあるかと思う。メールの内容を見る限り私たちを待ち受けているか。本当に話があるのか、それとも罠か何かなのか、用心しといた方が良さそう。ああ、慎重に進んでいこう。始めましょう。よし、畳みかけるぞ。オッケーです。アイサー、いや、ここです。ふん、そこ行きます。あ、はあ、これで一安心です。
んだな。行きます。あ、私の番ね。そこ。おっしゃ。よし。やっと。私の番でそこです。任せて。そこ。行くぜ。ふん。まあこんなもんかね。任せてくれ。みんな一旦引くぞ。ダメか。行きます。撤退を開始します。ここです。任せて。おっしゃ。よし。えい。
よし、やっと。これが俺たちの力だ。よし、セット。私の番です。あ、任せて。そこ任せろ。ふん、任せてくれ。えいっと。はい、任せて。そこ、おっしゃ、ぜい、よし、セッパ。いきます。えい、私の番ね。俺の番だな。えい、パ。任せろ。さてと。あ、よし、やっと。さて、そこ任せろ。つい、俺の番だな。えい、パ。さてと。あ、データ収集終了しました。やっと。先制可能、始めましょう。アイソー、任せてくれ。セイパ。チャンスです。皆さんお願いします。アイソー、え、了解。そこです。そこ、キャッチ、キャッチ。私の番ね。そこ、俺の番だな。ふん、よし、セッティア。まだまだいける。接近、注意してください。あ、俺の番だな。やっ、いや、任せて。おっしゃ、ふん、俺の番だな。やっ、いや、はい、えい、俺の番だな。ぜい、まあこんなもんかね。
っしゃ、畳みかけるぞ。了解。よし、セット。行きます。あっ、えっ、行くぜ。ぜい、俺の番だな。えい、いや、行きます。あっ、私の番ね。やっ、行くぜ。ふん、行くぞ。セイディア、私の番です。あえっ、やっ、任せろ。ぜい、よし、えいっ、はっ。私の場、ここです。うん、私の場、行くぞ。やっと、おっしゃ、甘いってろ。よし、もう大丈夫だ。始めましょう。はい、そう。俺の番だな。やっと。今だわ。みんな、行くわよ。ああ、OK です。さあ、先を急ぎましょう。
行くぞ、みんな任せて。ロイド、お願い。ああ任せろ。はい、そこです。俺の番だな。よし、もう大丈夫だ。先制可能。俺の番だ。始めましょう。私の番です。えい、えい、そこ。おっしゃ、ふん、行くぞ。セット。まだまだいける。接近、狙い撃つわ。そこ。さてと、そこです。俺の番だな。えいっは、任せろ。ああ任せてくれ。やっと。行きます。えい、私の番ね。ふっ、行くぜ。あよし、やっは。これが俺たちの力だ。任せてくれ。セット。私の番です。あ、今だわ。みんな行くわよ。
オッケーです。アイサー、よし、ここです。なんとかなったわね。よし、えいっ、は、行きます。あ、私の番、任せろ。つい俺の番だな。セイティア、私の番です。そこです。私の番、俺の番だな。ふん、まあこんなもんかね。
ぞ。はい、そう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。わかった。おう、あっ、かこうかね。さてと、あっ、私の番ね。はっ、俺の番だな。ずい、ちょろいぜ。私の番です。あっ、任せて。ふっ、俺の番だな。ふん、任せてくれ。やっと行きます。あっ、私の番ね。おっしゃ、あ、俺の番だな。えいっ、はっ、よし、もう大丈夫だ。
私の番です。あっ、行くぜ。こいつはどうだい？この音楽は。どうやら誰かいるみてえだな。おそらく第八制御端末ということは、この先にインとハッカーが。とにかく中を覗いてみよう。インがいるかもしれないから。も荒稼ぎするかね。まずはラインフォルト社の新型鉄道車両のスペック、それからベルヌ社の高級スポーツ車のスペック。へえ、 ZCF では新しい型の定期飛行船を開発してんのか。オーバルギアの開発といい、あそこも相当飛ばしてるよな。あれって、どうやらインではないみたいだけど。なんだあのガキは。やっぱり。しかしインの旦那もアルジェムの結晶とは気前がいいよな。このサイズだと1万ミラくらいにはなるんじゃないかね。明日あたりにラインバリで解禁するかね。イオームのおっさんのところで新型のパーツも買っておきたいし。それにしても旦那も無駄なことするよな。あんなメール送ったところでここまでたどり着けるわけないじゃん。このヨナ様の足取りを追えるやつなんてゼムリア大陸探してもいないっつうの。それはどうかな。どうやら君が。おいおい、まだ本当にガキ。なんだあんたら。まさかインの旦那が言ってた特務支援課かよ。なあ、どうやらインとは本当に面識があるみたい。いや、ありえるもんか。
この天才ヨナ様の足跡を追ってここまでたどり着けるなんて。相変わらずですね、ヨナ・セイクリッド。ディオ・プラトン？どうしてここに？それはこちらのセリフです。財団を出奔したあなたがどうしてこんなところに。ディオ、知り合いなの？エプスタイン財団の同じ研究所にいたことがあります。もっとも専門が違ったのでそれほど進行はありませんでしたが。くそ、そうか。あんたならあのモードを使えば僕の功績を終えるはずだよな。ああ、もう分かってたらもっと念入りに仕掛けたのに。夢が甘いですね、ヨナ。そんなことだからいたずらをして財団に大損害を与えるんだ。なんだその大損害ってのは。彼は幼少から財団の研究所でシステムエンジニアとしての英才教育を受けていたのですが、いたずらがひどく、ある時研究成果の一つを台無しにして大損害を出してしまったんです。そしてそれを怒られるのが嫌で出奔してしまったらしくて。なんだそりゃ。どんな理由かと思えば。やれやれ、見たまんまのガキってわけか。くそ、言いたい放題言いやがって。ティオプラゴン、財団に告げ口したりすんなよ。したらあんたの恥ずかしい秘密を動力ネットにばらまいてやるからな。どうぞご勝手に。別に知られて恥ずかしい秘密なんてありませんし、あったとしてもあなたに捕まれるような隙は見せませんし、ネットにばらまかれたとしてもすぐに対処できるでしょうから。ティオスケの方が完全に役者が上みたいだね。それでヨナと言ったな、君はどうしてここに一体。せえな、あんたにそんなことを話す理由は。答えなさいヨナ。この場所にたどり着かれた時点でゲームはあなたの負けで。僕はな、今このクロスベルで情報屋をやってるんだ。情報屋？おいおい、ガキには似合わねえ言葉って。今時の情報屋は年なんか関係ねえっつーの。このクロスベルにはとにかくいろんな情報が集まってくる。帝国、共和国、リベール、レミフェリア、レマンからアルテリアまで。それに加えていろんな会社や国際企業の支社なんかも多いしな。そういったところの情報が動力ネットを通じて流れるんだよ。まだセキュリティ意識も低いから美味しい情報を食い放題ってわけさ。いいえ、まだ試行段階なので取り締まる法律はありませんね。いずれ法制化は時間の問題かと思いますが。このクロスベルはそこら辺も甘そうだしね。財団のラボも飽き飽きしてたからここで情報屋を開いたってわけ。お得意様もかなりいるし、がっぽり儲けさせてもらってるぜ。やれやれ、世の中なめてやがんな。しかし私がクロスベル警察に出向してたのは知らん。そうそう、情報屋としては甘いのでは。仕方ないだろ、僕だってクロスベルのことを全部は把握してねえんだし、キティの相手だってあるからいろいろと忙しいんだよ。
意味？こっちのことだっつうの。ちょ、まさかあんたがキティじゃないよな。いつクロスベルに来たんだよ。質問の意味がわかりませんが、私がクロスベルに来たのは見たよな。ハッキングの癖も全然違うし。ん？話はよくわからないが、そろそろ答えてもらおう。インとはどういう関係だ？あのメールを送ったのが君なのは確かなんだろ？なぜあんなものを送った？ほらよ、受け取りな。インからの伝言。インの旦那からの依頼でね、あんたらにメールを送ってここにたどり着けたら、そのまさか本当にたどり着くとは。なそんじゃお前、インってのに何度も会ったことがあんのか。ああ、お得意様の一人だぜ。たまにここに直接来てはいろいろ情報を買ってくれるんだ。まこんな変な依頼を引き受けたのは初めてだけどな。ここにインが。どういう人物なんですか？いや、いつも黒衣をまとって仮面をつけてるから知らねえし。なんでもカルバードの東方人街の伝説の殺し屋なんだろ。かっけえよな。クールって。やれやれ、怖いもの知らずな子。でもインが私たちを誘っているのは確かみたいね。何か話したいことがあるような文面だったけど。ああ、そうみたいだぜ。何の用事かは知らないけど、あんたたちを試したいんだとさ。ずいぶんとふざけた犯罪者じゃねえか。しかし、この星の塔というのは何のことなんでしょうか？何かの暗喩みたいですけど。星の塔、どこかで聞いたことがあるような。もしかしてクロスベルの郊外にある星見の塔のことかしら。ウルスラ街道の途中に見えるあの中世の塔のことか。おいおい、あんなところまで俺らを呼び出そうってのか。でも他に手がかりはないわ。ここは行ってみるしかないんじゃないかしら。ああ、準備をしたらすぐにでも南口から。問題はこの小僧をどうするかって。なんだよ。あのな、
このジオフロントはクロスベル市の施設だ。どう考えても不法占拠だろ。使われてない場所を有効活用して、それにジオフロントを勝手に利用しちゃいけませんって法律はないはずだぜ。そういうのをへりくつって言うんだ。それにこんな場所で暮らしていたら危ないでしょ。魔獣だって徘徊しているし、食生活にも問題ありそうだし。ですね。宅配ピザの箱ばっかりですし。というか、まさかここまで運んでもらっているんですか？なわけねえじゃん。ゲートを出たあたりまでいつも届けてもらってるんだ。それにこのすぐ先に出口近くに通じている排気ダクトがあるからな。そっちを使えば安全に出られるってわけさ。ダメだこいつ、引きこもる気満々じゃねえか。はあ、こっちも忙しいからこの場は見逃すけど、あんまり悪さをしたりやりすぎたりするんじゃないぞ。恨みを買って危ない目に遭ったりするかもしれないんだし。そうね、それも心配だわ。そんなヘマするかよ。ま、あんたらも欲しい情報があったら来なよ。ただし僕は高いぜ。安月給の新米警察官なんかに払えるとは思えないけどね。こいつ。まあまあロイドさん、いざとなれば私がここをハッキングして必要な情報をもらえば済みますし。おい、しかしまさかこんな場所で暮らしているなんてちょっと放っておけないな。ええ、まだ日曜学校に行ってそうな年みたいだし。ティオちゃん、彼はいくつなの？確か13だったはずです。私の一つ年下ですね。なんとか財団の方で、でも大損害とか言ってたし。はっ、放っておけって。したたかそうなガキだったし、あの様子じゃこう。まあ天才的な頭脳を持っているのは確かですね。ちょっと抜けたところがあるので、専門外の私にもつけ込む隙がありますけど。とりあえず彼のことは気にかけておきましょう。定期的に訪ねてみるのもいいかな。あ、まあいい。それはともかく、どうやら星見の塔で待っているみたいだけど。確か
ウルスラ感動の途中から見えた塔ですね。どうやって行くんでしょう。確か街道の途中に森に入る脇道があったはずだ。そっちの先にあるんじゃねえか。そうね。いずれにせよ準備を整えて向かった方がいいでしょうね。ああ、罠の可能性だってある。万全の準備をして出発しよう。